皆さん、こんにちは、こんばんは。第45回目は、コンポーネントのサイズ指定を行ってみたいと思います。えっと、前回、ここで2番の修行するを押したときに、えっと、敵が4匹現れたの、この4という数字と、えっと、同じ数のグラフィックを表示するというところまで作成しましたが、えっと、まあ、キーボード制御はまだあんまり厳密にしていませんので、まあ、ここでまた2番を押したりできるんですが、そうするとどうなるかというと、まあ、6匹とかいいんですが、えっと、 まあこうやって2機の時に、えっ、ー、と、1行でまとめて表示されてしまうんですね。で、まあ、なんでこんなことになってしまうかというと、まあ、それはま、そういうレイアウト指定だからというほかないんですが、で、まあ、ま、えー、どういったレイアウトがデフォルトで設定されているかというと、まあ、HTML みたいな感じですみたいな話をしたかと思うんですが、じゃあまあ、えっ、ー、と、その HTML みたいなレイアウトのままで、 この問題を、まあ、こうやって表示されてしまう問題を解決するにはどうすればいいのかということなんですが、えっとまあ、もし HTML だったら、えっと、どんな解決をするかというと、まああのまあ、いろんな方法があると思うんですが、まあ、あの簡単な方法の一つとして、このグラフィックとこの文字の間に HR タグを挟むなんていう方法があると思いますが、えっと、それに該当する処理を、えっと、この J コンポーネントでも行ってみたいと思います。 で、えっ、ー、と、その HR タグに相当する区切り線ですが、まあ、どこに挿入するかというと、まあ、このレイアウト2行目と3行目の間です,ですね。ここに区切り線を、えー、と挿入したいと思います。えっ、ー、と、まあ、区切り線って言っても、まあ、実際は他のレイアウトと同様、まあ、パネルでいいと思うんですが、まあ、とりあえずこれをコピペしますかね。で、 えー、JP、まあ、HR タグと同じなんで、HR とか。で、この c r e a t e ネルっていうのは、戻りの方は j パネルですね。なので、まあ、こんな感じに書けばいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、色はホワイト。で、JPHR を追加すると。まあ、とりあえずこれでコンパイルして、実行するとどうなるかというと、 えっと、ここに白い四角があると思うんですが、まあ、これですね。で、これの、えっ、ー、と、横幅をもっと長くすれば、HR タグっぽくなるかと思います。では、早速、えー、サイズの指定を行ってみたいと思います。えっ、ー、と、まあ、J パネルクラスですので、えっ、ー、と、J パネルのマニュアルを見てみますが、まあ、この中に、えっ、ー、と、サイズの指定があるのですが、まあ、親クラスにあります。 J コンポーネントの中にある、えー、っと、セットプリファードサイズ。こちらで、えー、このコンポーネントの適切なサイズを設定しますってありますので、これを使いたいと思います。まあちょっと適切なサイズっていうのが、まあ適切なっていうのがプリファードっていう英語なんでしょうが、ちょっとその意味はよくわかんないんですが、正直言って。なんでセットサイズじゃないのっていう感じなんですけれども、まあこれを使うとサイズの変更ができます。 で、えっと、引数には、こんな感じの指定をします。まあ、サイズなんだから、幅と高さなんかでっていう感じでね、なんか引数2つ取ればいいんじゃないのって感じがしますが、まあ、こういう、えっと、専用の型を、まあ、専用っていうほどでもないんですけどね、えっと、この dimension っていうクラスで指定します。で、これはどんな感じのクラスなのかなというと、 えー、フィールドの概要っていうところで、幅と高さを持つだけの、まあ、簡単なクラスですと。まあ、だったら幅と高さだけね、直接指定してもいいような気がするんですが、まあ、なぜかそういう感じにはできないようです。よくわかりませんね。まあ、設計思想の話になるんですが、まあ、そういうもんだと思って使ってみたいと思います。で、幅は、えー、っと、このウィンドウ全体が、 まあなので、えー、と900とかでいいんじゃないですかね。でまあ高さ4ドットとか。でこれをえっ、ー、とこのセットプリファードサイズの引数にして指定してあげると。JPHR にあるセットプリファードサイズでこう。でこれはクラスなのでインスタンス化しないといけないという。 まああのスタティックじゃないのでね。なのでこんな感じになります。これでコンパイルして実行すると、まあこんな感じで、まあ HR タグっぽいですよね。うん。まあレイアウト的にも、えっ、ー、と、あまりにも今までシンプルだったので、うん。まあこれの方が少しは飾り気ができたんじゃないでしょうかね。まあ逆に邪魔だとかいう感じもしなくはないですが。 まあそれは、まああの、えっ、ー、と、まあね、グラフィックセンスみたいな話になるんで、まあそれはいいでしょう。えっ、ー、と、あれが邪魔だっていうんだったらこう、ここを例えば、ブラックとかにすれば、まああの、見た目上はね、黒なので、まあないように見えたりとか。で、ここの高さで、そのスペースの間を調整できますので、 まあ、それで、えっ、ー、と、自分がセンスがいいと思ったレイアウトに変更してみるのもいいんじゃないでしょうかね。えでは、今回は以上になります。で、えっと、パート42にいただいたコメントに返信しますが、えっ、ー、と、またちゃんといつか教えてくれるのってことなんですが、まあ、これは、えっ、ー、と、何のことを言っているのかというと、えっ、ー、と、例外の話ですね。えっ、ー、と、IO エクセプション。えっ、ー、と、心当たりの傷つですね。 えとまあ、よく意味も分からず書いてますが、まあの当然、えっ、ー、と後でちゃんと解説するつもりです。まあ、ただ、後っていうのがいつになるかがちょっとわからない感じなんですが、えっ、ー、とまあ、これを理解するための前提となる知識みたいなのが <laughs> えっとまだ学びきれてないので、まあ、それでちょっと後回しになってしまっている感じです。で、えっ、ー、と他のコメントですね。えっ、ー、とー うんとそもそもプロセスキーイベントで IO エクセプションスローできないんですよねって話、できないんですねっていうことなんですが、えっ、ー、と、ま、このファイル読み込む処理が最初このコンストラクターになかったんですよね。他から移してきたんですが、えっ、ー、と、ま、移す必要性の話ですね。えっ、ー、と、ま、コンストラクターに移すんじゃなくて、まあ、これを このプロセスキーイベントのところに書いてもよかったんじゃんってことなんですがまあ残念ながらそれはまあコメントでもできないですねっていうえ書かれていますができないですようんとまあこんな感じでうんとまあちょっとこのオーバーライドっていうのをまだ解説してないので何とも言えないんですが <laughs> このプロセスキーイベントのここの宣言の部分は にはこれを書,けないんです、ね、書いたら意味合いがちょっと変わってしまうので、ここに書くことはできないと。まあ、そういう意味で、まああのー、コンストラクターに移したっていう、えー、のもなくはないんですけどもね。まあ、一番の理由はやっぱりファイル読み込むは1回でいいからっていう話なんですけれどもね。という感じです。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、 オールの A だったはずまあこれは変数名なんで A とかって付けたんだとかいう話ですね。えー、よく覚えてくれていて、まあくれましたね。ありがとうございます。うん。<laughs> 本人でさえ忘れてるのに。まあちゃんと、えっ、ー、と、しっかり見てくださってる方もいらっしゃるってことですね。そういうのは嬉しいです,ですね。で、えっ、ー、と、パート4がわからないから次のパートに行ってもわかんないっていうことなんですが、こういうの困るんですよね。 このコメントがパート5で書かれていれば、えっ、ー、とね、パート6とかで解説するんですけども、まあ、まさかこのパート45とか6でパート4のことを解説するわけにはいかないですからね。まあ、あとで補足としてはパート4.1とか作るっていう手もありますが、うん、まあ、こればっかりはちょっとね、まあ、リアルタイムで見ててくれなくて、残念です。残念ですって変化。 なので、まあ、ちょっと、うん、どうすればいいかわかんないです。すいません。で、最後、6から飛んだけどみんな挫折してないか、笑ってことなんですが、そうですね。まあパート4とか、結構、初めの方、見てわかんないから <laughs>、とりあえず最新パート見てみるって感じなんですかね。というわけで、マイリストを見てみると、 うーん、パート1の再生数は22000。これはいい話ですね。で、パート2に行くとまあ3分の1ぐらいになってて <laughs>。そっからまたなんか減りまくって。で、パート6はいくつなんだあ、3114か。パート6の時点であれですね。パート1からなんか10分の1ぐらいになっちゃうんですね <laughs>。その時点でちょっとなんか動画としてどうなのって感じがしますが。パート7でも10分の1って感じか。で、えー、っと、今 このコメントは、えっ、ー、と、パート42でしたっけうーんと、パート42。うーん、42。これか。うーん、470とか。なんか390とかですね <laughs>。うーん、ね。うーん、まあ、確かにね。まあ、この数字だけ見ると、ね。まあ、よっぽど動画が分かりづらくて。 よっぽどつまんないクソ動画なのかなーってことなんですが、そうなんですが、まあ、ただあれですよ。一応、言い訳じゃないですけれども、あの <laughs> 弁明する。弁明って変だな。まあ,あのなんで続けてんのって感じなんですけどもね。こんなあの <laughs>、えー、再生数変だってやめちまえって感じもしますが、ただ、ただですよ。まあ、例えば、これでいいや。えー、っと、まあ、 1> 約1ヶ月前じゃないですか。まあ1ヶ月ぐらいでまあ400とかとするじゃないですか。で、パート6とかって覚えてないんですけど、確かこのまあ9月10日だから、例えば10月10日の時点で再生数400もあったかなって思うと、なんかなかったような気がするんですよね。だから、あのー、投稿1ヶ月後の再生数とかっていう意味だったら、 まあ同じかむしろ増えてるぐらいだと思うんですけれども残念ながら <laughs> あの覚えてないんですよねまああの私の感覚としてはそうなのでえっとまあ今のところまあ細々と続ければいいんじゃないかなとかって思うんですがえっとこういうの覚えてる方だったらもしかしたら <laughs> そのパート6が えと投稿1ヶ月後の時に再生数いくつだったとかって覚えてますかねそもそもそのパート1からリアルタイムで見てくださってた方で今もまだあの見ていただいてる方ってどのぐらいいるんですかね逆に言うとあのー、最近見始めたってこと方の方割合が多かったらこういうものの対策をしないといけないっていうことなんですがまあでも。 そういうこと考え始めるとだんだんなんか、あ、めんどくさいな動画投稿するのやめようかなってなっちゃうので、まあ、あの、<laughs> っと気楽にやらせていただきたいと思います。えー、では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。と思ったんですが、えっ、ー、と、コメント返しが追いついてないのを忘れてました。というわけで、えっ、ー、と、これパート43のコメントです。えっ、ー、とー、最新回に追いつきました。昨日からの新規です。 なんていう方もいらっしゃいますか。一おとといか。おとといから。ってことは、二日で全部パート43まで見られるんですね。まあ、そこは、えっ、ー、と、やっぱり、そうなると新しい方が多いのかな。うん。で、まあ、潜在視聴者はまだ、まだたくさんいそうってことなんですが、そうですね。だから、なんだ、動画の宣伝とかすればいいのかな。でも、そう、なんか自分で宣伝するのもね、 とか言って、<laughs> じゃあ宣伝してくださいって言っているように聞こえるんで、それは嫌ですけど <laughs>。まあ、うん。いい動画だったら、口コミで広がるはずなんですよ。まあ逆に言うと43回やっても、口コミで広がらないってことは、まあその程度の動画だったと。言えなくもないんですが、まあ逆に43回待って視聴数ゼロじゃないのはすごいのかもっていう考え方もできますね。うん。まあそうポジティブに撮った方がいいですね。 で、えっ、ー、と、ま、プ移動とかのロジック知りたいなってことですが、えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、もう一個別の動画シリーズ始めましたので、まあ、そっちを見ていただければすぐに知ることができるかと思います。まあ、ただ、えっ、ー、と、プログラミングしてるところはお見せしますが、解説はしないですけれどもね。まあそれ、そをえっ、ー、と、プログラミング風景を見て、えっ、ー、と、そこで出てくる、えっ、ー、と、メソッドとかをググってみて、 API 見ても意味がよく分かんなかったら、まあそれはこっちのシリーズで解説するのを待っていただくしかないですね。で、梅沢さんも動画外でどんなの作ってるんですかってことですが最近思ってるっていうか作ってるのはやっぱり何て言うんですかね、Java になんか適切な 2D 用のライブラリがないんですよね。あの、日本語に優しいライブラリが。 なので、あったらいいんじゃないかな、なんて思って作りかけたりしてますが。まあ、ね。やっぱりライブラリ作るのは大変ですね。うん。<laughs> というわけで、見せられるようなものは何も作ってません。まあ、ただ、あの、なんだっけ、この動画のシリーズのあの、目標の RPG あったじゃないですか。あれを作りゃ、もうちょっと、 何て言うんですかね、ちゃんと作ろうかななんて思ったりはしています。で、エディターの色分けの設定などは、えー、っと、うん、まあ、これは、ググればいっぱい出てきますよ。多分、あんまり逆に動画でやっても分かりやすくはできないかと思います。で、えー、っと、フローチャートに一番近いからかな、ベーシックってことですが。ああ、なるほどね。そうですね。 まあ学校で教えるものが何でベーシックかって話ですよね。まあ、確かに学校で教えるっていうのはプログラミングっていうよりはそのなんだプログラミングの考え方みたいなのの方がなんていうんですか情報処理系の学習により近い感じですかね。そうなるとベーシックの方が都合がいいのかもしれませんね。で、用語とかも分かりやすく解説したらどうだろうってことですがうん、それやっぱり ググった方ががいいような気がしますね、まあ、逆に今まで出てきた中で何か分かりづらかった用語で解説してほしいとかってあればまあそれは個別にえっ、ー、と解説したりはできるかと思うんですがなんか用語をやみくもに説明するだけの動画だと多分ますます再生数落ちるような気がします。えー、では今回は本当に以上になります。最後ままでごご視聴ありがとうございました